どうも斉藤紳士でございます。ちょっと今日もですね、工事というかなんかどっかですごいうるさい音が鳴ってるんで、音が入ったら申し訳ないです。まあ音楽は流そうとは思ってるんですけども、とりあえずですね、芥川賞答え合わせ会ということでございます。はい、あれからちょっと日にちが経ちましてですね、まあ、なかなか撮る機会がちょっとなくて、動画の方ね、やっと撮れるということでございます。そして、どうしたんだお前またそのね、ラフな格好してるじゃないか。ちょっとここから何日間かは申し訳ないですけど、こういう感じで、やらせていただきます。ちょっとね、いろいろごたごたバタバタ忙しい日々を送っているので大変申し訳ないんですけどもね、内容はしっかりやっていきたいと思いますので、はい、まず、芥川賞答え合わせ会ということで今回私第170回芥川賞ね、受賞作予想の、噛んでないですけどね一回も、の、まあ正直予想したのがまあダントツでね、九段理恵さんの東京都同情党だろうというところで、受賞作はまあその通りになったというところで、まあ当たり前じゃないかというぐらいの、もう正直今回はね、余裕で、これでしょうという感じでございました。まあ正直決まってから、もう僕本当に予備知識一切なく読んで、でどなたがどういうなんかねいろいろ予想されてるのとかももう一切見ずに、やって、で終わった後に、ちょっといろんな方のを見て、多かったですよね。でもやっぱりね、今回はまあだから本当に簡単だったのかなというところで、あとアイスネルワイゼンをやたら推してる人がいてて、僕の中でちょっとなかったんで、意外と思ったんですけど、まあでも他の方の意見を聞いて、まあ僕は正直その小説っていうことをやっぱ考えてしまうんですよね。で小説ってどうなんだろう、その会話文とがメインでバーッとやっていって、 もちろんいいんですけども、小説の賞なわけでしょ一応芥川賞っていうのは。小説の賞であれだけこう字の文が少ないものっていうのが受賞ってなると、脚本とか戯曲と何が違うんだろうかちょっと僕分からなくて、その違いっていうのが、そこに僕は違和感を感じて、作品自体の面白さはすごいあったんですけど、アイスネルワイゼンはちょっと分からなかったので、僕の中では取らないだろうというふうに思ってたら、結構アイスネルワイゼンが2番人気ぐらいですよね、多分ね。でそんなに人気なんだと思って、でも皆さんの考えを聞いてると、あそういう考えもあるんだなというふうに思ったのが、会話文が多めっていうのはもう皆さんおっしゃってましたけども、会話文だけなのにこれだけ、ね、その登場人物の奥行きっていうのを表現できてるっていうのは、小説の作品として優れてるんではないかというふうなことをおっしゃってる方もいらっしゃって、あ確かにそうだなというような部分もありました。はい、なのでちょっとこう非常に、あやっぱりいろんな人の意見を聞くというのは面白いもんだなというふうに思ったんですけれども、まあ、今回ちょっと抜けてたんです。なんか最短だったんでしょ、まあ、その今まで過去ねずっと遡って最短かどうか分かんないですけども、X のね担当されてる方が、まあ、記憶にないぐらい早かったと。つまりまあもうなんかほぼ全会一致じゃないですけども、じゃないのかな。だから選評を読むのが非常に楽しみなんですけれどもね。まあでも僕は正直その当然じゃないのかなと。今回の5作品を読んで僕も即決だったんで、まあおそらくそうだろうと、皆さん同じような大体印象だったのではないかなというふうに思います。ただまあ僕正直ね、猿の戴冠式も取るだろうと思ってたので、ね、ダブル受賞って言ったんですけども、もうこれは動画見ていただいたら分かります。言ってる通り本当にM1 で言うとミルクボーイが東京都同情党でね、かまいたちが猿の戴冠式だったんです僕の中では、ね、だから猿の戴冠式も全然もう取っていいランクだろうと。でだけども M1 のように優勝者1人を決める大会だったら、もちろん東京都同情党がダントツで優勝ですってなると思うけども、まあ芥川賞っていうのは複数ね同時受賞っていうのが許されてる賞なので、だったらまあ同時もありかなと。その1位と2位にぐんと差があろうが、
まあ同時なんじゃないかなと思っていたらば、まあまあやっぱりもうこれはもうぶっちぎりだからね、1位に上げましょうということだったんだと思います。で、まあ九段理恵さんの、受賞のね記者会見などでもちょっとこう取り上げられていたことについて今 X でなかなかこう揉めてるというか議論をね交わされてるというところで、そうなのかと、まあ僕はあんまりそんな気にならないんですけど、皆さんすごい気にしはるんですよね。まあ生成 AI、 文章生成 AI で、書いた箇所が、まあ、全体の 5% ぐらいそのまま引用した部分もあるというようなことを言われたんですよ、九段さんがね。それでやっぱりこう見出しに、ね、どうしてもキャッチーな見出しにしたい人たちはすぐに、生成文章生成 AI で、書いた作品で受賞というもう短絡的な、ね、書き換えをして、ね、あの伝言ゲームと一緒ですよね。ひそ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 、はいはい、あひそひそってやってたらどん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 変わっていくのの、本当にひどいバージョンですよね。もうで、まあどの箇所、まあ、読んだ方だからすごい反応がはっきりしてて、東京都同情党を読んだ方はすごく冷静に捉えてますよね、今回のこと。で読んでない人がただヤフーニュースだなんだろうの見出しだけを見て、ついにここまで来たのか、来たねーみたいなことなんだと思うんですけども、読んでない人ほど声がでかい、というのの、まあ、顕著な例じゃないのかなというふうに思って、まあ、読んでみたらどうですか、多分読まないんでしょうね、そういう人たちはね、多分見出ししか読んでないんですよ、あのニュースですら。小説を読まないどころか、その記事すら読まないんですよ。読んでるのはあの見出しだけなんです、多分。で、これは由々しき問題ですぞ。ぜひ読んでいただきたいと思います。はい。というぐらいしか、全然僕的には何でそんなごちゃごちゃ言ってるのか、本当にね、そんなに、なんて言うんでしょうかね、頭の良くない方々が多いんだろうな、 X とかにはって思いますね。もうあんま見ないようにしてます、本当に。本当に短絡的な人が多いんで、まあ、今回の松本さんのね、あのダウンタウンの松本さんの件しかり、今回の件しかり、寿司屋の大将が怒ってたなんか動画あのニュースしかりですけど、当事者でもなければその現場にいたわけでもない、真偽もわからないことについてああだこうだっていう、もう本当に時間の無駄ないようなことをいっぱいしてる人がいてて、まあ面白い人たちだなと思いますけども、その人たちのね、しょうもない、何も無用の長物とはもうこのことですから、もう本当にそんなものをね、読んでる時間があるんだったら、ね、小説でも読んだ方がいいと、改めて思いますけれどもね、X 本当にどんどん嫌いになっていくな。なんかもうないんですかね、そのしょうもないのは読んでる自分が悪いんでしょうね。しょうもない記事は読めないようにしたいなというふうに、まあなんとかそういう機能を駆使してねやっていきたいですけども、まあまあまあ、なんか結構コメントとか どうですか、しんいちさんはどう思いますかっていう、コメントをしてくれた人もいてて、僕は何にも思わないですあの金ラジオでもまあ言ったんですけど、例えばニムロッドでね、あの飛べない飛行機コレクションでしたっけ、まあ、あれと一緒で、のりしろさんのね、引用文がたくさん多い小説と一緒で、あんまり何も思わなかったんですけどもね、という感じでございますので、僕は全くの不問に処すだと思いますけどね、読んでくださいっていう感じですね。でもすごいですね、あの今本屋さん行ったら東京都同情党だけなかったです。猿の戴冠式とかね、他の候補作はあって、ハンチバックとかも置いてるんですけども、置いてなかったですね。なのでめちゃくちゃ売れてるんだと思います。はい、まあということでございまして、今日はそんな感じでございます。まあまあまあ、とりあえずね、今回は余裕で当たったということで、次回をお楽しみくださいということでございます。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。